はい、2755回始めます。ちょっとね寝ちゃったんで、うん、急いでいきますよ。もう4時ぐらいに今明るくなっちゃうんでね、それまでは今日ちょっと終わらせたいんですけどね、まあ、4時半ぐらいかな、ちょっと寝ちゃったから、うん、読売新聞から警察署に8日間で迷惑電話1200回、8日間で迷惑電話1200回、なんでお前が出るんだとかね、あとメリークリスマス死ねとか容疑の女逮捕っていうことで警察署に 8日間で1200回電話かけた女。いやこれ短いね、ニュース短くていいね、うん、神奈川県警相模原南署は15日、住所不定無職の女55歳を偽計業務妨害の疑いで逮捕したと。発表によると女は去年12月20日から12月27日、約、まあ、1週間、8日間かな、うん、12月20日から27日まで神奈川県内や東京都内から、相模原南署に合計約1200回電話をかけ、なんでお前が出るんだとかね、メリークリスマス死ねなどと暴言を吐き業務を妨害した疑い、調べに対して覚えていないと供述しているということで、おかしな頭のおかしな女の人、まあ女の人だけどこう たまたまね、うん、もういるのね、おかしな女の人いるね、うん、ちょっともう、うん、気違いじみた人いるよ世の中にいっぱい。いやーよう1200回電話かけるってすごいね、8日間で 1日だからこれ割ると、うん、81が8、うん、8540ってことで81が、まあ150回、1日150回ペースで電話かけたっていうことですね、相模原南署に。これ スマホとかからかけたのかな、自分の持ってる、うん、公衆電話とか 今時公衆電話ではできないよね、できないっていうかできるけどかけないよね、これスマホとかでやってたらもう捕まると思わないのかね、うん、ねえ、ちょっとでもまあいわゆる健常者と障害者の間ぐらいの人かもわかんないね、これね、もう病んじゃって心、うん、無職の女55歳を逮捕したってなってるけど、うん、病んじゃってる人いるから、うん、はい、まあ受けるとこじゃないんだけど、メリークリスマス死ねってすごいよね、この暴言は本当にクリスマス時期にで出た相手になんでお前が出るんだっていうのもすごいけどね、いやいや、っていうかなんでお前がかけるんだっていう話だよね、はい、定期的にあるねこの迷惑電話、うん、短い期間に何千回とかね、何万回とか、昔何万回とかあったような気がする、うん、はい、ということでね、まあよくターゲットになるのは役所とか、ターゲットになるね、役所、警察署、消防とかね、何の恨みかわからないけど、うん、この警察もなんかの、まあこの接点あったんじゃないですか、この55歳の無職の女と何らかで、で一方的に恨み買ったっていうのもあるんじゃないですか、はい、終わります、迷惑電話やめましょう、2755回終わります、チャンネル登録高評価お願いします、失礼します。